はいどうも、トラ吉の無課金ハオロード12球団編です。今日で、ログインが34日目ですね。34日目です。はい、ですね、今回はですね、契約書の方を開封したいなと思います。はい、ゴールド契約書が3枚、 A ランク契約書1枚、 A ランク自チーム契約書1枚ということですね。はい、エージェントエースの方なんですけども、現在2020年1月11日の朝の7時6分です。はい、エージェントエースの方ですけども、報酬の方から見ましょうか。現在、合計オーダーポイントが 128,038 ポイントですね。累計チケットが356枚という感じです。ここまで、エナジーは10エナジー使いました。はい。まあ、10エナジー使ったということもあってね、チケット獲得枚数の方は、まあ、1日のノルマが150で、今日2日目まだ丸2日経ってない段階でね、356なんで、まあ、いけるかなと思ってます。どっちかっていうと、この合計オーダーポイントの方がね、まだあと2000近くあるんでね、ちょっと、まあ頑張って取っていきたいなと思います。はい。ミッションなんですけど、ミッションも後半に入りました。まあ、イベント内の試合で75勝とかね、ありますけども、限界突破がね、今30回やってます。あと10回ですね。ワールドスター、ワールドスターと特殊能力激闘の打者の方ですね。バトルスタジアムの打者の方。この2人はまあ、やっていけばいつか来るかなと思ってます。はい。あと3名極みにしようも、もう2名まで行きましたんでね。まあ、なんとかやれるかなと思ってます。はい。イベントオーダーの方ですけども、極みになっている選手が、TH の中村選手と、ベンチ枠の、重信選手ですね。はい。あと打者ではファーストの村上選手がトツさんですね。はい。で打者の、投手の方ですけども、投手の方では中継ぎさんの平井投手、ここがトツ4なんでね、これで極みになれれば、極み3人は完成します。はい。まあこんな感じですね。まあエナジー10使ったとはいえね、もう順調にいってますんで、まあちょっと早めには終わらせたいなと思ってます。はい。なんとかちょっといけそうな感じにしてきました。はい。それではですね、契約書の方ですね、いきたいなと思います。ゴールド契約書からいきます。ゴールド契約書3枚、ここからいきますね。はい。できれば A ランク以上来てほしいんですけども、まあこのアカウントになってからゴールド契約書からね、まだちょっと S ランク選手来てないんで、来てほしいなと思います。それではいきます。お願いします。来い。おお、 A ランク以上、 S ランク来い、 S ランク来い。お、来た。よし、 S ランク来たよ。S ランク来た、初めて来た。さあどこで来る、誰来る。よし、うん、次ですね。S ランク選手来ます。有能選手来てくれ、お願いします。おお、柳選手、中日ですね。はい、結構強い方ですよね、柳選手。いや、これは良かったですね。ゴールド契約書が来ましたね。はい。まあピッチャーですし、ピッチャーがね、あんまりS ランクまだ足りてないんで、しかもバリバリの先発ですしね、良かったです。ちょっとその前に一回見ますね、選手名鑑で。おお、中日のエース格ですよね。まあ大野選手の方がそらいいかもしれないですけど、柳選手、中日は阿部選手に続いて2人目ですね。はい。先発適正です。9位77、制球77、スタミナ76、9位制球同値。いや、いいですね。はい、いい感じですね。うん、大ピンチついて。はい。いや、ゴールド契約書から来た選手で、ここまで高いと、能力いいとね、よかったなと思います。いや、よかったです。はい。それでは、A ランク契約書と A ランク自治部契約書ですね。これも引いていきます。はい。これは V ロードですね。はい。取りました、V ロードで。いやー、嬉しい。ゴールド契約書からやっと S ランク来ましたわ。
さあ誰来る。おお、大山選手。はいはいはい。まあ大山選手も阪神のね貴重な、一発あるバッターですからね。はい。まあ12、これ現在のねこれやってるやつは12球団編ですけども、阪神純正編もやってますんでね、はい、そちらの方もぜひ見ていただけると嬉しいですね。はい、それでは A ランク事務契約書いきます。12球団編ですけど、12球団で集めてますけどね、一応ソフトバンクも、純正です、並行で集めていってますんで、ソフトバンクで引きたいなと思います。すでに甲斐選手が A ランク5枚ありますんで、もう甲斐選手は来てほしくないなと思ってます。いきます。さあ誰来るでしょう。おお、デスパイネ選手。はい、初めてですね A ランクは。はい、いやこれはまあ良かったです。ちょっとねチャレンジカップとかでねちょっとチーム魂とかあるとなかなかこの間スルーしたぐらい集まってないんでね、ソフトバンクの選手できるだけ幅広く集めていっておきたいなと、最初ですからね、はい、思ってます。良かったです。はい、今回はこんな感じですね。まあゴールド契約書から S ランクの中日の柳選手来ましたんで非常に良かったなと思います。はい、あとまあエージェントエースの方もね順調にいってますんで、まあちょっと多少エナジー割りながらですけども、やっていきたいなと思ってます。はい、今回はこんな感じです。また、動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上虎吉12球団編でした。